ちにやっておくと。はい、では学生のうちにやっておけばよかったなと思うことですけれども、まず学生ライセンスで安いソフトをたくさん買っておきましょう。特に後悔しています。で、あと学生じゃないと踏み込めない領域というのがありまして、それは今ライバル会社とかのブースとかに全然入れないんですよ。もうすぐにもうあっち行けってことになるんで、そういうことを考えると学生のうちにいろんな展示会とかでいろんなメーカーに見て回れるのは学生の時だけなんですよ。利害関係なく回れるのは。ですのでいろんなとこ行ってください。そして何かを企画して実行するチームで何かに打ち込むという経験は学生フォーミュラでも十分やってるかもしれませんけれども、あと1個ぐらいやっててもいいんじゃないですかね。で、時間も金も何もかもつぎ込んで人生変わるぐらいに何かに打ち込んでほしい。まあ学生フォーミュラに打ち込んでるかもしれませんけれども、そういった経験は学生じゃなくてできない。で、英語ですね。本当に後悔してます。で、英語を身につけるために例えば海外のスポンサーとかをゲットするのもいかがでしょうか。以上です。